あ、楽しい。あ、夢か。俺と蝶、どっちが本物なのか、俺が蝶の夢なのか。はい、どうもこんにちは。ここ未来チャンネルの俊介です。今日は源流思想の第15項道化についてやっていきたいと思います。道化は僕非常に好きなんですよね。非常に好きなので、今回いろんな本を読んできて、これは語れるぞと、僕今まで老子のことよく分かってなかったけど、これはいろいろ語りたいと思ったんですけど、これあれと思って、なんかここまで説明してもテスト出ねえなっていう感じになっちゃったんですよ。で、深く知れば知るほど、そのですね、説明が難しくなってきちゃってですね、そこでこう短い時間で説明しようと思っても、おそらく理解させることが不可能なんですよね。で、その短い説明でやってしまって誤解させてしまってもなっていうのがあるので、ちょっと申し訳ないんですけど、今回は多少というかだいぶ分かりにくいと思うんですけど、教科書的な説明にとどめさせていただきたいというふうに思います。申し訳ございません。教科書がね、まあ分かりづらいんですよ。とにかくね、分かりづらいんだけど、それも分かってしまうなと思ったんですよ。僕も一生懸命勉強した後だったら、これはだからちゃんとこれ道とか老子の思想ってのを理解したいなと思ったら、ちょっと僕が後々に作成する踏み込み倫理の方を必ず作成するので、そっちの方を見ていただければいいんじゃないかなと思います。ちょっと今回はね、申し訳ございません、ちょっとなるべく分かりやすく説明するんですけれども、ちょっと正直教科書の一挙出ないかもしれないです。そうですね、やっぱり嘘を教えてはいけないし、誤解させるのも良くないので、だから今回はそうですね、そこら辺申し訳ないなという感じです。じゃあとりあえずもう老子の方に入っていきましょう。老子というのはですね、彼はこの孔子に真っ向から反対した人物なんですよ。孔子っていうのはこの世界っていうのがあった時に、こうその民を治めるというところにフォーカスしていろんなことを考えてきました。この人たちを治めるにはどうしたらいいかと、それが儒家の基本的な考え方だったわけなんですけれども、老子はそもそもそれが間違いだと、そんなことする必要ない、そういうのは全てインチキだ、もともと世界には何もないんだから、そういうふうな発想なわけですよ。それを表した発言というのが次です。態度を廃れて仁義あり、知恵入れて大義ありと、まあ、要するにですね、この仁義というものを持ち出していろんなことを言っているということなんですけれども、そもそも世の中にはそんなものはないわけで、それを無理やり持ち出して嘘ついてるんだよ、そういうふうに言ってるわけです。世の中の説明として間違ってる、インチキだっていうふうに言ってるわけです。知恵入れて大義ありと、嘘つき、そんなもんはない、この世はただあるだけだ、そういうふうなことを言ってるのが老子なわけですよ。具体的にどういうふうな思想があったのか見ていきましょう。まず重要、一番根本の思想っていうのが道、タオの思想です。これは万物の根源というふうに教科書的には言います。万物の根源です。全てのものは道から生まれ、そして道に帰っていく、無から有が生まれ、有から無へ帰っていくと。その道というのはもうこれは何だみたいなふうにも言えないものだし、それを具体的に説明することっていうのは実際はできないというふうな感じで言います。で、その道っていうものは、この一番近いあり方をしているのは水だっていうふうに老子は言います。上善は水のごとしと、まあ目指すべき状態というかね、このベストな状態みたいなものは水みたいなもんですよ。みんないろんなものに恵みを与えてるわけです、水ってのは。それなのにどん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 低いところに流れていると、その様子がまあ謙虚だねみたいな、そういうふうなあり方、それこそが水のあり方なわけです。で、他にもすごい強いわけですよ、水っていうのは。実はどんな硬い岩の隙間にも入り込むわけです。これでもうとにかく柔らかい、柔らかさの頂点じゃないですか。結局柔らかいものっていうのはみずみずしさがあって、それでいて強いんですね。硬いものっていうのはすぐ折れてしまうわけです。木とかでも結局みずみずしい方がしなやかで強い、でも硬いものっていうのはすぐ折れてしまう、そういうふうな発想があるわけですよ。結局柔らかいものが最強、結局水最強、水を打ち破ることはできないんだ。だから老子っていうのは特に水っていうのを重要視していると。この水のあり方っていうのが次にも表れてまして、この老子が理想としたような生き方というかですね、あり方みたいなものが次です。無為自然。無為自然というのはですね、一切の仁義をなくしてしまって、それでナチュラル、自然に行きましょうと、まあそういう風な状態ですね。これだから脱力的な状態なんですよ。結局我々のこう仁義みたいなものが介入する隙間なんて本当はなくてですね、こう結局脱力して生きりゃいいんですよ。もう自然にナチュラルにあるがままに生きる、それこそいい生き方なんじゃないの、まさに水のような生き方ですね。これっていうのを老子は理想としたわけですよ。ではそれを実践して具体的にどのように生きるのがいいのかというと、それこそが
重弱剣下というやつです。これはもう赤ちゃんのように弱々しくへり下って生きるって、そういうことです。もう力入れない、力入れない、でも脱力していきましょうと。これだから上手は水のごとし的なことですよ。無意自然、もう力入れない、ナチュラル、もうそういうふうに弱々しく生きる、そういう方がいいんじゃないですか。そういう勧めなわけですね。そしてもう一つ、それこそが無欲転換というやつです。これは何かと言いますと、まあこの欲がない状態、もう知恵とかを捨てなさい、知恵とか欲望みたいなものを捨てて、それで自由に生きなさいと、そういうふうなことですよ。これだから知恵入れて大義ありって言ったじゃないですか。老子は基本的にめちゃくちゃ知恵なんていらない、もう自然に生きればいいんだから、もう知恵を身につけようと思って頑張ること自体が老子からしたら不自然なわけですよ。だから無欲転換に生きなさいっていう言葉にはそういうメッセージが隠されてるんですね。そして次、ちょっと斬新な考え方なんですけれども、これ小国過民というやつでして、このですね、これ家っていうのはこれ少ないっていうふうにも読むんですよ。つまり国は小さく民も少なく、それが理想の国家だ、そういうふうに言ったんです。これちょっと斬新じゃないですか。国はどんどんでかくするもんじゃないわけですよ。それっていうのはもう正常な状態じゃないんですよ。ナチュラルにしてたらそんなにでかい集団になるはずがない。だからもうでっかい集団を取りまとめるためにいろんな不自然な考え方っていうのが出てくる、そういうふうなことを言ったわけですよ。でかくしても何もいいことない、それナチュラルじゃないっていうふうに思ったわけですね。これが理想だと。これね、なかなか現代人には理解しづらい考え方なんじゃないかと思いますね。ただこれも深いところでなんですよね。僕大好きなんですよ、この辺の考え方も。ただちょっとね、メイン授業はこれくらいの説明が限界なんじゃないかなと思います。ということで次に行かせていただきます。宗師ですね。宗師、宗師というのはですね、老子が死んでからだいぶ経った後なんですけれども、宗師はめちゃくちゃ老子の思想を理解することができたんですよ。こう本を一生懸命読んで理解した天才だったんですね。老子の思想というのは基本的に激ムズなのでほとんどの人は理解できない、でも宗師にはできたと。なので宗師というのはこの老子の思想をめちゃくちゃ分かりやすく喋ってやろうとしたわけですよ。でもうめちゃくちゃ分かりやすく喋った結果、こう老子と並んで老宗思想というふうに言われるくらい宗師というのはメインの人間になったわけですね。では具体的にどういうふうな思想だったのかというと、これね、万物正道というやつです。これ道から見れば全部同じですよ。そもそもですね、我々が区別しているものっていうのは本質的には差異なんて何もないわけですよ。まあもう、月並みに言ってしまうと、例えば僕と福山雅治とか吉沢亮には何の違いもない、万物正道であると。そしてそれをちゃんと理解している理想の人物、それが新人です。だからこれちゃんと万物正道を理解していて一切の価値観にとらわれない、心を空っぽにして世界っていうのを純粋な感覚で見る、その状態のことを心斎座法というふうに言います。この心斎座法という状態になればですね、こう世の中っていうのを偏見なく見ることができます。でその偏見なく見ることによって、もう自由に遊ぶ境地にたどり着けるんですね。もう自由に生きるわけですよ。自由に生きる、その自由に生きることを逍遥遊と言います。これそうですね、新人っていうのは心を空っぽにして自由に遊ぶことができる人です。これが理想なんですよ。これが宗師の目指したものです。ここで一つ例え話っていうのがありまして、蝶の夢を見てるんですよ。蝶の夢を見てる、あー楽しい楽しいなっつって、蝶でパタパタ飛んでたらハッと来て、あ夢かってなったわけですよ。あ夢か、あれちょっと待てよ、これ俺と蝶どっちが本物なのかなって思ったわけですよ。もしかして今いるこの俺が蝶の夢なのかって思ったんですよ。って感じですよね。それはまあ何が言いたいのかって言いますと、本質的に言うと蝶も人も変わんないってことです。これ蝶も人も変わらないってことです。別にそこに明確な差異というか、そこに上下なんてものはないし、そもそも本質的には変わらないよ、万物正道ってことを言っていて、で仮にそこが違ったとて、違ったとてなんだというの、別に一緒にというか同じように自由に遊べばいいでしょ、そういうふうなこと言ってるわけですよ、この胡蝶の夢っていうのは。それが結構引き合いなされるので、ちょっと頭に入れておくといいんじゃないかと思います。これで一旦老宗思想おしまいになります。これからまあその他の諸子百家たちを紹介しておしまいにしたいと思います。じゃあ最後ちょろっと見ていきましょう。このその他のやつらですね、一人目牧師です。牧師っていうのはこれは牧歌というやつのまあグループのボスとして、
これ倫理の教科書上地味ですけど、めちゃくちゃこの人すごいですよ。まず一つ目の考え方が権害行為というやつです。これ何なのかと言いますと、そもそもこれ孔子たちに対抗したものなんですね。何かっていうと、孔子っていうのはそもそもこう例えば両親とかを大事にしようとか、こう兄弟を大事にしようとか、なんかこの身内を大事にしよう感が結構ね強いんですよ、仁の考え方って。そうじゃないだろってわけですよ。そうじゃなくて、権愛、これっていうのはもう広く愛する、もう誰にだろうがもう平等にというか、もうみんなに愛を注ぐべきなんだというのがこの権愛。それが結局お互いの利益になりますよ。権愛っていうのはお互いの利益になる、それは権愛公理という考え方なんですけど、これ結構ねパッと言ってるからそんな大したこと言ってるように聞こえないですけど、これすごいですよ。もう他国とかであろうが愛するべきだってわけですよ。こうもう戦争大反対なんです。とにかく戦争大反対、非行論、戦争絶対ダメ、侵略戦争。それっていうのは他国を愛してないことになるじゃないですか。他国を平気で害する、自分の国さえ良ければいいっていう考え方じゃないですか。それっていうのは権愛になってないわけです。これはまあ僕ちょっとまあその当時の血で血を洗うような春秋戦国時代のこの時にですよ、この時に出て行って戦争は絶対ダメなんだって言ったわけですよ。これでもちょっと脳内あたお花畑な人たちにちょっと聞こえるじゃないですか。これねちょっと違うんですよ、牧師とか牧歌っていうのは。これどうなったかっていうと、こう戦争とかで負けそうになってるところとか、ちょっと立場の弱いところとかを見つけたらグワーって言って傭兵として一緒に戦うんです。これでマジで弱いものを守ろうとしたんですよ。とんでもないですよ、結構すごい、マジで。俺だからね結構好きなんですよ、牧歌は。踏み込み倫理の方でまたね詳しく話していきたいなと思うんですけれども、次官筆と吏士ですね。彼らは法家というところで、まあ、活躍していましたと。法家というのはですね、まあ、法治主義を語っていまして、法治主義、法で治めるんですよ。彼らっていうのはですね、実は官筆と吏士は荀子の弟子だったんですね。荀子のもとで一緒に学んでいた。でそこで礼治主義、あ、ルールで縛る、なるほどね、それ結構いいかもねって思ったわけですよ。でそれをちょっと発展させて法というものにしたわけです。法というものにして心象筆伐の政治をしようと。もうすごいものにはちゃんと成果を与えるし、そうでない悪いことをしたものにはちゃんと罰を与えるんだと、そういうふうな意味で法というものを整備していきました。それで最強の国家を作るのがいいんじゃないかっていうふうに官筆吏士は思ったわけですよ。これがですね、まあこれ本当に倫理の教科書は地味なんですけど、結局諸子百家の中で最強になったのは法家です。ここが最強になった。もう最終的に秦がこの官筆吏士たちはこれすげえなってなって、法家の考え方をグワッと取り入れます。でグワッと取り入れて結局秦っていうのがもう最強になって、こう秦国というかもう中国全土を統一するわけですよ。それはキングダムの話なわけですから。キングダムのやつでも読んでれば分かりますけど、法がどうとか結構姓が言ってるのを聞きません？姓が言ってるじゃないですか。あれはねそれが現れてるんですよ。結局法家が最強だったと、そういう風なオチなんですね。これもね面白いんですよね。ただまあね倫理の教科書的には全然大事じゃないんで、法治法で治めたというところが分かってくださればいいんじゃないかというふうに思います。ということでまあこれで、中国思想は以上ですかね。まあなんやかんやでこれ源流思想が一回全て終わりました。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。15個こんなね自分の授業なんか受けてくださって本当に感謝してます。これでね、ちょっとでも理解が深まってくれたらすごくありがたいなというふうに僕は思っております。これで源流思想が終わったので、もう次のステップに僕は進んでまた準備して分かりやすい授業をお届けできるように頑張りたいと思います。またね何かアドバイスとか、こういうふうにしたらいいんじゃないですかとか、これここ間違ってるぞお前みたいなのがあったら、ぜひとも指摘してくださればねいいので、間違ってるところがあったらすぐに訂正しますし、とんでもなく間違ってるところがあったら動画も消します。でここから、まあ、本当にアドバイスとかどんどん受け入れてやっていこうかなというふうに僕は思っておりますので、一緒にこの授業っていうのを良くしていきたいと、皆さんと一緒によくできたらいいなというふうに思っているので、一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。お疲れ様でした。また次の講座で会いましょう。最後まで聞いてくださってありがとうございました。気づいた方いらっしゃるかわからないんですけど、実は老子の思想とブッダの思想ってとんでもなく似てるんですよ。これがめちゃくちゃ面白い、これがめちゃくちゃ面白いので、ぜひとも解説していきたいなというふうに僕は考えています。ちょっとねモノマネ講座、今日今回は、宮下草薙のモノマネしております。でもそれが何々してるってことに関しては悪くは思わない。なんでだよ。以上です。